市リンチ、根性焼き大学野球界の実態、安楽事件は対岸の火事ではない。多くのプロ野球選手を輩出する某大学野球部をここ数年以内に途中退部した元部員が匿名を条件に言う。当時は地獄でした。1年部員が先輩のユニフォームを洗濯するのはもちろん、召使いのような雑用までやらされました。その雑用に専念させるためなのか、1年生が自主練に取り組めるのは深夜0時以降というルールまであった。最悪だったのは夜中に行われる集合という名のリンチです。集合をかけられた部員は目隠しをした状態でコンクリートの上に正座させられ、複数人の先輩から数十分数時間にわたって殴ったり蹴ったりされる。暗闇の中、目隠しをされたままのリンチは、凄まじい恐怖でした。集合は月に数回。理由は雑用のミスや生活態度など些細なことでした。駒大ではこんなことがあった。甲子園優勝チームでキャプテンを務めた A は、1年春から試合に出ていたが、同年秋に突如として退部、後に学校も辞め、ほどなくして強盗致傷事件を起こして逮捕された。A は事件の裁判で野球部の退部理由についてこう話している。雨の中でも傘をさせずに先輩たちの買い出しに行かされたり、タバコの火で根性焼きをされたりもしました。3月から9月に退部するまでほぼ毎日ありました。大炎上を続ける安楽のパワハラ事件は、大学野球界にとって対岸の火事ではない。武道系の方がひどいけどね。宝塚かよ。かといって安楽の行為が許されるわけではない。駒大野球部の件は、日大アメフト部レベルの大ごとにしていいのにな。マスゴミは相手を選びすぎだろ。中田のパワハラは愛のあるパワハラ。安楽のパワハラはただのいじめ。って風潮があるよな。立教野球部の暴力事件も今年だったがメディアにほとんど取り上げられずうやむやになったな。野球の縦社会って他とは群を抜いて異常だよね。なんでなん。野球らしいね。驚きはない。逮捕案件だろ。ちゃんとしろよ学校はよ。そりゃ野球する子供も減るわな。わら関東の大学野球が一番ヤバいけど高校野球ばかり問題にしてるメディアがクソだよな。日大吊るし上げるなら他もやれよマスゴミ。何を今さらわら。高校もそうだけど昭和の時代からそうだったよな。わらジャニと同じでマスゴミが取り上げなかっただけじゃん。やり返すか告発しようよ。ご視聴ありがとうございました。